貴様のアフタートーク。さあということで今回は第4週ということで日比真由乃さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回は新しいモノマネ披露でしたね、はい、そうです。中野芽衣ちゃんやりました。あ、そっち冬美さんの方じゃない？冬美さんの方ですか？中本冬美さんと、うん、中野芽衣ちゃんの時は、はい、こっち弁当で盛り上がってて、そう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 全然聞いてなかったそうですよね。ごめんなさい、ごめんなさい。いやもうナスの煮浸しに負けるからカメラ全然こっち向いてくれないなと思ってで、しかもなんか結構あそこから食リポで、はい、なんか3ネタくらいやろうとしてたんですよ。あ、そうなの？そうなんです。でしかもなんか全然食べないボケみたいなのしようかなと思ったんですよ、うん、そうしたらもうその時点で2分になってて、あ、ちょっと巻きが出れたね。そうです、そうです。で全然できないと思って、うん、さっさとあの中野芽衣ちゃんやらなきゃと思ってやったら、うん、ずっとカメラを面倒見てるからそう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 、これ何なんだろうと思って今なんか苦情を言ってるわけね、スタッフに。そうなんです今デパートリー何個あるの？デパートリーですか、うん、デパートリーもうでもほんとないんですよ。もうほぼない、うん、もう結構出し切った感じ。出し切りました。歌はいっぱいありますけど、うん、もう喋りはほんと大変。そうか、そうか、歌の何かどっちかって言ったら得意なんだ。そうなんです。もともと歌だけでやってたんで。あ、そうか、そうか。坂本美さんすげえ上手でした、ね、めちゃくちゃ上手かったよ。演歌もだっていけるってこと。演歌もいけます。え、歌だったら何人いるの？歌だったら 2,30 人は多分いると思います。わー、すごい、はい、でも喋りだと3、4人。喋り難しいよね。確かに。そうです。でもやっぱ喋りがねやらなきゃですからね、うんうん、切れてる宮坂好みのモノマネ覚えてきてほしいな。でもな、切れてる私って何？いやまだ切れてるとこ見たことないんですけど。あ、見たことないの？まだそんなに切れてるとこ見れたことない。すぐ切れる、すぐ切れます日常の8割が切れてるそんなにですか？いや見たい、確かにそれは面白そうですね。ねえ、そんな喧嘩してもらってるよねダブル宮坂今日なんかコンビみたいな、ね、衣装お互い上白で柿みたいでね、柿みたいでね、うん、柿みたいで ね、 でもいつも本当にお衣装可愛くて、うん、さっきも後ろで見てて言ってました。毎年死んでんじゃねえかよ。早く出た、早く出た、早く出た、簡単でしょ2秒あったら切れるわ何も言ってないのこのカメラ回る前にね、そうです、そうです、真由乃ちゃんが宮坂ちゃんの衣装を褒めてて、うん、俺たちは別に何も言わなかったら、うん、怒られたんだけど、そうだね、訳が分からんの入ってこいよって切られてるねそう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 、そういうお話は 大切なコミュニケーションじゃないですか、うん、そしたらそれが始まった瞬間お二人ともなんか下見ちゃったなんで下見るの？だってもうそんなのもうや散々もうだってやってるから、はい、今日から、うん、あ、もう今日 あのお洋服が褒めたんですか？もう最初にスタジオに入ってきた時にもう、はい、あ、おはようますってやってよ最初入ってきた二人とも下見ながらですでここ入ってくる前あの隣で見てたんですけど、お洋服も可愛いなとか思いつつ、うん、宮坂さんがスタッフさんと喋ってるのに、うん、お二人ずっとなんか下見てるんですよ何がよずっとたまたまそこを見てないんでしょ。いやいや私は言いますよあのこのオンエア中はわーってなんかやってるのにはい OK ですって確認してる間、うん、宮坂さんはすごい楽しく喋ってるんですよ2人もう無言です。これが真実だ。これが真実だ。この女が一人でずっと喋ってるだけなんだって。あんなもんで騙されないで本当にでも結構芸人さんって言いますよね、このオンとオフ、オンとオフで、うん、オフの時、まあ、私たちはでも多分気を使って喋ったりするとこもありませんか、うん、あ、私は気使ってないみたいな使ってないよね芸人だったらめっちゃ喋る方よ多分プライベートで。え、ここでお疲れ様でしたって言ったらなんかもうこんなに明るく喋ってくれたらいきなり下見てお疲れ様でしたよくないぞよくないぞ。嘘はよくないぞ。いや嘘ってない、嘘はよくないですよ正義の真由乃でございます。そうです、正義の真由乃でございます。仕事終わったら帰るでしょ。いやだけどなんかどうすんのが正解なの？どうすんの教えてよ。はい、終わりました。はい、OK です、お疲れ様でした、うん、ってなってから、どう、何が正解？お疲れ様でした、今日ありがとうございましたって、あ、お疲れ様でした、またね、よろしく。やるじゃん、喋るじゃん、それはまたねって言って、なんかそんなに顔見ないですね、あんまりあ、お願いします、ありがとうございます。ちょっと待って、ごめん、俺はやってるよね、でもね、こっちでしょ。いや、二人してやらない、全然、なんか冷たく帰ります。早い、やっぱ芸人さんって帰るの早いんだなって思う。もうそうだよ、そういう人だよそう、疲れた、今日すごい疲れた、アフタヌーンとめちゃめちゃ疲れた、ということで、ね、楽しかった、最後の最後まで気を抜かずに、はい、頑張りたいと思います、はい、またお会いしましょう。真由乃ちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。早いの早い、早い、忖度なしだよ、これ。